こんにちは。賃貸の正木イメージキャラクターの赤須くんです。本日はですね、奈良市にございます、三杯通1号館という物件の105号室に来ております。それでは赤須くんと一緒にご紹介させていただきます。はい、さあ、まずはね、玄関となっております。玄関入って右手側には下駄箱収納ですね、こちらついております。さあ、玄関入りますと、すぐにこちら、ダイニングとなっておりますね。はい、このような広さですね。はい、キッチンの方はね、このようになっております。上下にしっかりね、収納がついております。こちらキッチンですね。使い勝手のいいキッチンとなっております。はい、さあ、またね、入ってこちら、手側には、このようにね、はい、室内洗濯機置き場ございまして、さあ、こちら右手側にはですね、収納がございます。はい、トイレットペーパーでね、洗剤などね、ストックしていただけるようになっておりますね。さあ、こちら扉開けていきますと、お手洗いですね、ウォシュレット付きとなっております。また左手側はこちらですね。はい、お風呂場ということで、こちらですね。洗面ボールございまして、浴槽ですね、ついております。換気窓もね、ございますね。はい、ではお部屋の方なんですが、ダイニングから入って、右手側にはですね、こちら和室ございます。こちらは約6畳ですね、和室となっております。はい、収納がこのようにね、ついておりますよ。はい、奥行きもバッチリございます。こちらの収納となっております。はい、ではね、どんどん紹介していきます。さあ、こちらですね、ダイニングの左手側、このようにね、こちらも和室ですね。約6畳となっております。はい、でこちらのお部屋からですね、テラスの方ですね、出ていただけます。このようになっておりますね。はい、では最後の部屋なんですが、最後の部屋も和室となります。はい、こちらはですね、約 4.5 畳ので、ね、和室となっております。はい、収納もね、押し入れタイプの収納入っておりまして、こちらも奥行きもね、バッチリございます収納となっております。はい、それではこちらの物件のご紹介、以上で終了させていただきます。最後に赤須くんからお知らせございます。賃貸の正木ではネット予約サービスや音階サービスなど各種サービスを行っております。奈良のおもてなし奈良心、賃貸の正木ではお客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。